どうもスタイクです。生きてるかい。前回のトラブルとかあったんで、ちょっとね日産サクラ半年乗って悪いとこ編をあげようと思ったんだけど、ちょっと遅れたね。前々回で日産サクラ半年乗って良いところをずらっとあげたんだけど、やっぱりね悪いとこもあんのよ。サクラのいいとこであげたやつが実は悪いとこに来てたりするんだよね。下江くんの短所が実は長所になりますみたいな、就職活動の自己アピールみたいなことになりますけど、とりあえず行ってみるでー、レッツゴー。お、天井高すぎ。何ショッカー、これショッカーがいる。いいとこでも上げてたんだけど、実はこの室内光の高いのが気に入らねえ。高すぎんだよこの室内光さ。こんなにいらないのよ。暮らすわけじゃねえからこんなにいらないっていうのがね、下井くんの本音。まあでもね、 K の EV ってこれしかないから、まあ選ぶ余地はないぜ。またショッカー。ルームミラーの位置が高い。室内光が高いんで、ルームミラーの位置が高いんだよね。だから目線の移動が結構あるの。こう運転してて、こうこの移動が結構ね、なんか嫌なんだよね。まあ今までの下井くんの乗ってた車がもっと下にあったんでね。今まで S660 アバルトっていうのはここら辺にあったんだよね。実は前の視界が悪くはなるんだけどね。でもね、慣れるとそんな気にならなかったから、やっぱちょっと高いんだよねこのルームミラーの位置が。まあ座高が高い人は全然いいと思うんだけど、下役みたいにね背の低いチンチクリン親父にはちょっとね、ちょっと高いかなって思う。お、なにゴキブリ、これ怪人、ゴキブリ怪人。今中華製のデジタルインナーミラーつけてんだけど、兄弟車の三菱 EK クロス EV にはデジタルインナーミラーがある。同じ工場で作ってんのになぜ。あ、またゴキブリ怪人。ピアノブラック汚れるもんね。はい、このふんだんに使われてるピアノブラックにホコリがやっぱ乗る。下井くんはね、スマホ守るくんのパチモみたいのを塗って、ね、どう、そんなに気にならないと思うんだけど、まあ、とにかくホコリは乗るから常に ね、ホコリはどうしようもないよね。もう常に取らないとね、常にこうやってないとホコリが取れない。スマホ守るくんをつけられなかったとこは指紋がベッドにつくよ、ここら辺。そう、ついてる、ここら辺 ね、指紋がベッドについてるんだよこれ。だピアノブラック多用もよしあしだね。そうね。USB-C が充電ね、これ。ショッカー。はい。USB-C、うん、これね、データ転送系なんだよね。これね、アクションカメラだとね、充電してくれない時があるね。USB 転送系になっちゃう。なんで下井くんは USB-C の場合はこのシガーソケットのやつを使ってます。ここに入れてますね。めっちゃ USB 刺さるじゃん。押しにくい。あ、これはゴキブリ怪人ね。このハザードがね、押しづらいかな。うこういうレバーに阻まれるし、全体的に立体的じゃないんだよ ね、へこんでるところにあるんだよね。だ、他の車よりも目立たないデザインなんでね。まあおしゃれなんだけど、ね、こういうところの方が出っ張ってるから、緊急時に押しづらい。あって一発で押しづらい、ね、今までの車が目立ってたんで、逆にちょっとこれはね、慣れないね。スタイ君結構ハザードたく方だから、これはちょっと嫌だなって。切り替えのボタン、すごい怪人が出かけた。これはもう皆さん言ってますよね、うん、これこのモード切り替えボタン、うん、こんなところに置くなや。これはね、運転中に押すのは結構至難の技で、こういう危ないスイッチとかを切っちゃう可能性があるんだよね。ね、ここら辺のハンドルのスイッチとか、うん、ここら辺ね、うん、ほらインテリジェントのこれ、うん、オフになりましたってなっちゃうでしょ。ここを押さないようにしなきゃいけないの、ね、これは難しいよ、ね、運転中は。はい、あ、またショッカーに戻った。ガソリンスタンド行かないんで、タイヤの空気圧を見る機会が少ないです ね、だからガソリンスタンドで先生行く時とかに空気圧を見てもらうとか、うん、まあ、日産ディーラーに来た時にタイヤの空気圧を見てもらうとかするしかないかな。まあそれがネックだね。あ、またゴキブリ怪人。左側速報の視界が悪い。左後方、いや左側方の視界が悪い。側方ね、今サイドミラーでね映ってるとこあるでしょ、うん、こうやって見るとね、椅子が邪魔で見えないんだよね。ちょうど確かにこのね、椅子とピラーに隠れてる部分にいる隣の車見えません。なのでスコーって相当こう後ろを向かないとダメ、運転中にね。これが本当ね、微妙に見にくい、ね、いやでも普通そうだよ。あら、またゴキブリ怪人。まあ撮影時だけなんだけどね、まあダッシュボードがねすごい光るんだよね。それはしょうがない。下井くんは
市販のダッシュボードマットに遮光性の暗幕をね貼りましたね。ちょっと映像を見てわかるんだけどね、マットなしの眩しさをちょっとこのカメラでね、カメラでねより強く撮っちゃうんでね、なかなか光ってるでしょ。サングラスをしたり、まあ撮影しなきゃ全然問題ないんだけどね。今充電中なんで ACC がついてるんだけど、実際パワーオンになってるかどうかはわからないよね。まあ、パワーオンじゃないんだけど、まあ、ここら辺がついてるからパワーオンじゃないかなと思うんだけど、まあ実際消すよ。でいつも通りに消すとブレーキ踏んでオフなんだけど、充電中はできないね。でただただこのパワーオフを押すだけ、押すよ。押すと終わった音はするんだけど、いろいろついてるから、あれこれついてんの聞いてんのどっちなのってなる。まあもちろんここを見ればわかんないね。ここを見ればついてるかどうかわかんないけど、一瞬わからなくなる。この状態でつけると、はい、これ ACC だからね、何の音もしないんだけど全部つくっていうね。まあ分かりづらい、なんかメリハリがないんだよね、オンオフに。あ、またゴキブリ怪人。電源をオフにするよね。ほら、電源オフにした時にこれオート ACC が働いて、これ電源が切れないんですよね。まあ、ずっとつきっぱなしってわけじゃないんだけど、これ13分間つきっぱなしなんですよ。ということで、まあ、鉛バッテリー使ってるんで上がる可能性もあるし、電装品の何かをいじる時も危ないんだよね。これが結構厄介。13分間待たないと切れません。はい、さくらのエクステリアを先進的とか思うんだけどね、まあ、ここのシールドとかね思うんだけど、やっぱりね、まあ、よく見慣れたボディの形なんだよね。後ろなんかはねすごいね、今時の一文字テールとかいうのはいいんだけど、まあ全体のね見た目はもうねよく見慣れた形ですよ。もうね半年にしてデザインは飽きた。特にね後ろから見て、ほう惚れ惚れするなっていう車ではない、分かってたけどね。まあだから車への愛情が深くなるかって言われるとちょっと微妙としとこう。まあこれはね下井くんのお尻の問題かもしれないけど、このシート、このシートね、これねお尻が痛くなります。下井くんはお尻ね、腰じゃなくて、ちょっと硬いのかな。長距離に乗るとお尻が痛くなってる。これお尻の筋肉量が減った下井くんが悪いんだと思うんだけど、このシートはね座り心地というか硬いんだよね。下井くんもねここに座布団と腰のクッション引いてますね。怖い怪人になってるよ。怪人か。プロパイロットのボタンの配置なんだけど、ここはいい。プロパイロットの最初のこの位置のボタンはいいんだけど、このセットを押さないと起動しないっていうのが嫌だ。これ一発で起動してほしいんだけど、なぜかセットを押させるんだよね。このセットの位置が良くないのよ。これって運転しながら押しづらい位置にある。これでよく押しちゃうのがこっちなんだよね。ここ押しちゃうの。この音声ガイドが超うざいね。ずっと喋ってんのよ。ずっと喋ってるのよ。だからその時もう一回ここ長押ししないといけないんだよ。これ本当にめんどくさい。このボタンどうにかしてって感じ。ちょっと首都高だとちょっとこういうとこ怖い。これぐらいの S 字だとね微妙に遅い。ハンドルが遅いのが怖い。信用できない。あ、微妙に信用できない。ちょっと自分で曲げてるとこがある。まあ首都高に限るんだけどね。普通の高速道路だったら直線だから関係ない。さくらのいいとこで静かって言ったんだけど、これはねもちろんエンジンの音が聞こえないから静かなんだけどね。エンジンの音が静かだからこそ聞こえる音っていうのが出てきちゃって、ロードノイズなんだよね。まあ、道が若干悪いとことか、うん、そういうとこになると今は全然聞こえないんだけど、まあ、ちょっとガタガタ聞こえてる、うん、ガタガタ聞こえてる。これロードノイズ、こういうとこ、これマイクだ。あ、聞こえた。ロードノイズが結構耳障りになるんだよね。うん、わかるわかる。
でエンジン音でかき消されてた分が聞こえるようになってきてるだけなんだけど、うん、そうね、まあ例えるなら映画館でね、うん、映画館ですごい盛り上がってるシーンだと気づかないんだけど、うん、静かなシーンで前の席の人がお菓子ボリボリ食ってんのがすごい気になるみたいな感じ。わかるわそれ。どっちも本当は聞こえてたはずなんだけど、うん、まあ、いざ聞こえると小さい音のお菓子の音が気になるみたいな感じ。そうね、うんうん、これだね。それでいいよ。はい、ここね、音ロードノイズが結構するよね、ここね。結構するね。悪いとこゴーって、うん、アクセル、こういうね、市街地だとアクセルオンオフが結構激しいじゃないですか。このね、アクセルオンオフの音がすごい気になる。まあ、これもエンジンがね、ないがゆえのね、静かだからがゆえの弊害だね。まあ、そういうことだな。まあ、多分ね、エンジン車でもこう聞こえてたはずなんだけど、こんなに音するんだぐらい聞こえる。パーカッションじゃねえんだからってぐらい聞こえる。なんじゃそれ。これね。すごいね、こういうやっぱ、うん、交差点で曲がるときがすごい気になるね。パーカッション奏者やん。はい、またゴキブリ怪人。コンプレッサーの音がうるさい。めちゃめちゃ頻繁になるな。あ、これね、なんか壊れてんじゃねえかぐらいの音してる。これなぜか暖房のときになるよね。これね、うん、ほらここ、ね、すごい音してる、うん、皆さん鳴ってます。もうひっきりなし、うん、結構うるさいよ。こうバックの音がでかいね、うん、はい、バックの音がでかい、異様にでかいか、やっぱ、うん、いや、でかいね。でかいでかい。あー、ディーラーでも調整できない。これはね、もしかしたら近所迷惑になる可能性があるね。 UFO が着陸したって思われる。あ、ちょっと怪人がでかい、やばい、怒ってるこれ。ゆっくり前に進んだ状態だと、シートベルトしないと、はい、ゆっくり前に進むと、うん、ダメなんだよこれ。はい、ブレーキ踏むよ。はい、踏んでごらん。今してないよ。オートパーキングかからないんでね。メモリー機能がついてるはずなんだけどかからない。シートベルトしてないから。ちなみにちょっとスピードを上げて止まるとオートホールド効くかどうかやってみようか。一緒だ。はい、これぐらいで。いや、一緒一緒効くかな。ほら、効かない。はい、効かないね、うん。パーキングブレーキのオートホールドがシートベルトを締めないと効かないってことなんですよね。まあ、これは安全上しょうがないんだよね。パーキングブレーキが入っちゃってレッカーできなかったり人が押せなかったりしちゃうからしょうがないと思うんだけど、家の前でね、荷物を下ろしたりして車庫に入れるよっていう時ってまあシートベルトしませんよね。その時点でもうオートホールド効かなくなるんですよね。でも頭の中でオートホールドが効くんだなって思ってわーって車が動く。それびっくりするんだよね。すぐブレーキ踏むけどこれアクセル踏んじゃう人いないとかちょっとそれ気になった。本当だね、危ないね。はい、下げるよ、うん、バックの場合はこれもシートベルトしないよ。シートベルトしないよ。はい、オッケー。はい、オッケー。で、パーキング入れたね。で、オッケーってやって安心してブレーキを離すと、はい、わっ下がる、一瞬下がるっていうビビる。なぜか止まる、うん、この一瞬ビビらす感じがやだ。まあ最後ね、ブレーキを踏んで止まるんだけどちょっとね、下がっちゃうんでね、一瞬グッと感覚的にね、車が下がっちゃうんでね、で焦ってもう一回ブレーキ踏むって感じ。まあここでちゃんと手でパーキングブレーキのレバーを引けばいいんだけどね、ついついなんかね癖で、まあ、電動パーキングが効いてるかなと思ってブレーキらしい話とガッとちょっと車が下がる。まあ止まるんだけどね、ちゃんと今効いてないよね。怪人がでかくなってるやつだ。急速充電入れてんだけど今 47% なのに 21.1kW しか入らないんだよね。もうね 50% 近くなるとめっちゃ下げてくんだよね。30が最高なんだけど20とかに下げてくんのよ。ちょっと何やってんのよってぐらい。なんでほんと急速充電はもう無用の長物に近いぐらい。まだ半分入ってないのにこれだけ落とすからね。半分入ってないせいってやつ。わ、なんかすごいボスみたいに出てきた。ジェプス3にね入ってんだけど、さくらは本当にこれ入らない方がいいです。スタイ君は遠出する予定だったから入ってるだけで、まあね、2700いくら払って100分分の無料の充電があるんでそれに毎回追われてます。なので本当ジェプス3はいらないです、遠出しない予定の人はね。あと、まあね、このジェプス3入れた人は、
ね、アリアとかそういう人たちになんかお金をあげてるような感覚に陥る。あ、もちろんね、アリアとかリーフの人にね、お布施をするって意味ではありかもしれないよ。まあ、人間とは違うからね。どんな魔像じゃ。本当だな。あ、日産コネクト使わない機能が多い。日産コネクト、はい、高機能なんだけど無駄な機能が多い。これはね、日産コネクトと純正ナビだけなんだけど、ここのボタンを押すと、はい、通話してくれます、はい、オペレーターと通話、はい、大黒パーキングまで案内してください。先進的じゃん。はい、今みたいなオペレーター案内はそんなに使わないかな、うん、使わないんか。いや、使ったことがほぼない。使ったことないのね。おっと、怒りがすごいよこれ。日産コネクトで充電の開始はできるんだけど、はい、停止ができないんで、あ、まあ、例えばね 80% とか 90% で終わらしたいと思っても、うん、車のとこまで行って抜かない限りは切れませんね。これはオンしかできないですね。これは不便だな。切ることもできるでしょうに。ちなみにアリアだったらこの日産コネクトで、うん、タイマー充電の設定もできるんだけど、サクラはできない。差別だ、差別。あ、ゴキブリ怪人だ。これ返したことないかな。はい、航続距離なんですけど、うん、180キロっていうのがカタログ値なんだけど、まあね、概ね下井くんのさくらもほぼほぼこのカタログ値です。そうだね。まあなんならいい時もあるぐらいなんだけど、うん、ただし実際初めて EV に乗って分かったことは、何ギリギリまで使うことはまずない、できない、うん、まあね、まあ、いろんな意味で使えないですよね、うん。特に下の 20% 以下はもうね、緊急時になるぐらいハラハラしますね。 10% になったらもう死ぬって思うぐらいでね、エアコン消さなきゃとか、まあそんなレベルで。特にさくらの 10% 以下っていうのは 2kW しかないんだよね、計算上ね。 2kW ってことはまあ多分バッファーも含めるとね 20km ぐらい走るんだろうけど、 20km ってすぐに急速充電が見つかるかどうかわからないとこだもんね。それは心配だよね。そして充電も 100% にするとやっぱバッテリーに悪いっていう話はずっとあるじゃないですか。なんでシタイ君も 100% に入れることはほぼしないです。ということは日常使いだと90から 20% ぐらいまでしか使えないんじゃないかな。まあ、だいたい120キロ行けばいいかな、通常で。で、冬だともっと落ちるってことだね。100キロとか落ちるねって感じ。もう日常使いでは100キロって頭で割り切って乗った方がいいかなって思います。いや、本当にギリギリで攻めるってよっぽどのことだからね。ということで往復200キロぐらいが一番ベスト。1回充電入れてねっていう感じ。やっぱりね、1回のドライブで2回充電とかっていうのは YouTube のチャレンジ企画レベルなんだよ。ということでやっぱ往復で200キロっていうのが限界なんだよ。で、下井くんちからその200キロの円を書くとこんな感じ。はい、第三景品の入り口を A 地点として、じゃあ B 地点のどこにしようか。100キロはどこら辺かな。はい、円を描くとこれだね。100キロはこの円が下井くんちからまあだいたいイージードライブ1回充電で帰ってこれるかなって距離。もちろん余計なとこに行かないよ、行って帰ってくるだけみたいな感じだけどね。直線距離やこれ、直線距離でしょ今の。さくらのまあ充電性能のね弱さのせいで、こうたくさんある充電スポットを楽しむことができない。最新の充電器が入ったとか、はい、どこそこに急速充電ができたとか、このね新しい急速充電試してみたいとか思っても、急速充電さくら 30kWh しか入りません、頑張っても。つまりどんどん進化するEV の急速充電の恩恵に預かれないし、楽しむこともできない。どこ行っても一緒。他の EV YouTuber さんがやってるような、まあちこちの充電を楽しもうみたいなことをやっても全然意味ない。羨ましいのね。 EV マウント取られそうってなんだよこれ。まあこれから高速道路に6台のこの急速充電、大黒パーキングであるようなやつがどんどんできると思うんだけど、まだね1台2台っていうのが多いと思うんだよね。そこでさくらが充電してると、おいさくらお前邪魔なんだよって思われてそう。なんか EV マウント取られそう、取られそうね。おっと、これは怪人がでかいぞ。アマゾンで日産さくらのパーツを調べるんだけど、はい、アフターパーツが全然ない。いや全然ないのよ、同じようなもんばっかり、うん。まあ、これ下井くん買ったけどね、うん、EV で一番売れてんだからもっと作ってくれよと思うんだけど、本当だね、うん、寂しいぐらいない、うん。
ボスしたボス、さくらの値上げで。さくらの値段が上がりましたよね。さくらなんですけど、X グレードが約15万円値上げしてて、ね、G グレードが10万円値上げしてるんですよね。これね、まあ、正直下江くんの買った X グレードにオプションね、はい、下江くんの買ったこのままのやつをやるよ。オプションでこの44万5千円のこのアダプティブ LED ライトと日産コネクト純正のやつが入ってるやつを選んだんだよね、まあ、一番高いやつよこれ。そうすると308万7700いくらになるのよ。これ何かっていうと、はい、G グレード見てください。304万なんですよね。もう4万しか差がないの。今のモリモリの X グレードでも G より劣るからね。 G はシートヒーターとかハンドルヒーターとかついてるからね。しかもここのシールドがねつるんとした感じになってんだよね。まあそれぐらい違うのよ。4万だったらどっち買いますかって言ったら G グレード買うよね。今まで10万くらいの差があったんだよね。10万の差があったし、まあ下着の場合納期が早かったから X 選んだんだけど、まあそれにしても G を選んだ方が絶対お得。 X を選んで下着みたいにモリモリ装備する意味はもうない。まあそういった意味でちょっと下井くん悔しい思いをしてる。いやもうそれでしょ。はい、以上がさくらのいいとこ悪いとこの悪いとこ編でした。結構細かいとこまで行きましたけど、下井くんそんな長距離乗ってないし、普段毎日乗ってるわけじゃないんで、たくさん乗られてる方の方がもっとここが悪いとこあるよ、いいとこあるよっていうのがあると思います。無理やりほじくり出したってとこもある。分かってて買ったってのもあるんでね。でもそれでしょ。あえて言いましたってとこもあります。まあ下井くんの持論として悪いとこは悪いとこじゃないんですよ実は。まあ味なんですよね。ということでオーナーさんはね、これを見て怒りに震える必要もないし、がっかりする必要もないと思います。そんなのを差し置いてもさくらはいい車だとしたいくんは言っとくよ。ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。したいくんでした。じゃあねー。